ザッシュ、うお怖え、一気に行くよ、うわはい、今日はガサガサですね。いろんな生き物を撮っていこうと思います。この天気よ。めちゃくちゃ暑い。これ今日日焼けするな。いいね。ちょっとここでやってみるか。一旦水。こんなとこ。雲が怖くて通れねえ、俺は。手前のここだけ。エビでした。今日一発目はエビでした。うわ怖えな、これもう普通にジョローグもいるから危ねえな。雲嫌いじゃなきゃガシガシ言ったんだけど。あ、エビだ、エビがいる。一応入れるか。今のところエビしか取れねえな。ポイント移動する。こっちの本流。おー、カエルカエル、おー、いっぺいっぺい、カエル、ほら見えたでしょ。ダッシュ、カエル、うわここにいる、ほら捕まえた。逃がさねえぞ。カエルですね。あ、ちょっと溺れちゃうな。でもこれ水減らすとすぐ熱くなっちゃうから、水が魚が弱っちゃうから、ちょっとカエルがリリース。ここら辺いいじゃない、隠れが。ここに仕掛けて、取れた。ヤゴ、お、カニが取れた。やっと。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、デカカニ、やっと。ほら、やった。あといたね。ワンサイズ小さいけど、ほら、カニ。オッケーオッケー。今カニが取れたポイントがなかなかのいいところで、これここ。もう一回やってみるか。取りこぼしがあるかもしれない。どう？お、待て、結構。これ銀山のヤゴじゃない？出た。記録更新。でか。これ銀山のヤゴでしょ。手に乗せてみる。ほら。でか、これはでかいわ。トンボになる寸前。ここだね、ここめちゃくちゃポイントいい。めちゃくちゃいいぞ、絶対取れるよ。あ、網が入んなかった、クソ。ちょっと待って、カニがいる。捕まえた、絶対捕まえた、絶対捕まえたわ。陸の上歩ってたからね。ちょっと待って、
ガサリストとして魚は絶対欲しいから。おうおうおう、もう一回、なんか魚いたぞ、魚がいたぞ、ほら、仏土壌ですね。あと一匹、あ、いたいた、ほら、なんだろう、こっち側のゾイもやってみましょう。悪くないよ。いた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 。お、カエル。待って、ほら。ちょっと水深が、うわ、でこ、でこ土ガエル、こんなでっけんいるんだ。こんなでっかいのは初めて見たな。土ガエル？イボガエル？逃げちゃう、逃げちゃう。よし、うわ、怖え。肌触り、肌触りすごかったな今。よいしょ。土壌、あとヤゴ、これ小さいタイプか。もう一匹、綺麗な殿様ガエルいる。ちょっと捕まえよう。すげえ綺麗あれ。うわ、逃げちゃうかな。一気に行くよ。ほら、逃げた。うわ、向こう行く。撃つぞ。待て待て待て、そこだ。入った入った。ほら、綺麗でしょ。めちゃくちゃ綺麗。これは綺麗。ちょっと待って。やべ、うわ、デカツチガエルが逃げた。いない。よりによってデカい方が逃げちゃった。くそ、いやー、いないよな。うわ、いねえよ。ここは水が綺麗すぎて生き物がいない川ですね。綺麗すぎると逆にいない。アメンボくらいか。うん、ここを通り過ぎまして、こっちですね。サワガニとカジカでも捕まえようかな。うー、サワガニ今でかいのが逃げてった。はい、そしたら最後にここでサワガニ取って終わりにしますかね。ほら、いたいたいた。結構こんな感じでね、陸に歩ってたりするから。ゲット、いていていて、お前やった、カジカ取れた、カジカ、カジカ、ほらほらってまだ見ねえ、カジカよこれが。いいね。ほら、カジカ、また。おうおう。
はい、そしたらいっぱい取れたんでね、終わりにしましょう。はい、今日取れたのはいっぱい取れましたね。で、このツチガエル、さっきのと違う個体なんですよ。っていうのもさっきの逃げちゃって、また違うのをすぐ見つかったから入れて、だからちょっとねサイズアップしてる。こっちのはね大きいカジカ、でかくね、これこのカジカ近くで見てほしい。いいね、アイナメみたい。根魚系だからかっこいいんですよね。あとカニと土壌と仏土壌と、あと、あ、これ銀ヤンマのヤゴかな。あ、これが銀ヤンマ、この2匹が銀ヤンマで、これがコウニヤンマかな、おそらく。あとこれはオタマジャクシってとこかな。はい、じゃあリリースしましょう。ここでいいか、ここでリリース。